それでは後半も引き前半に引き続き、今日東京から戻ってきたので、その東京出張中のお話をしていきたいと思っております。はい、ちょっとね、前半は足のテーピングの話とインフルエンサーさんたちの話をさせてもらいましたが、後半は昨日起きた出来事、私の中では激アツな内容をちょっとお話ししたいなと思います。昨日は本当は沖縄に戻る予定だったんですけれどってだけなんだけど、急遽ちょっとこのワークセッションを受けていてもらえないかということで、この時空さんの時空の元いオーナーの方から、お誘いがあって、ちょっと1日延長してそのセッションワークセッションっていうのを受けてきました。でそれはどういうものか、どなたのものかというと、蔡ひろ子さん、ご存知の方いるかな、恐縮ながら私は知らなかったんですが、蔡ひろ子さんといって、国連とかフランスの政府、EU などこう世界を舞台に活躍するアーティストさん、環境アーティストさんで、もうその、ね、アーティストの日本を代表する環境アーティストの方です。だからピカソと何だったかな、もう一人有名な、もう聞いたら分かる画家さんと蔡ひろ子さんの絵しか飾らないっていう美術館だったかな、なんかそういうのもある、そのピカソとかもう一人誰だったっけな、すいませんど忘れちゃって、と蔡さん、この3人のもうこのアーティストさんが本物だって言って、それをその中に日本人 この女性のアーティストさんが選ばれて、そういうのを世界でとても評価されている方、その方の個人マンツーマンのセッションワークセッションっていうのかな、なんていうのかな、そういうのを受けさせてもらいました。はい、でなんかどんなのかあんまりわからないでっていうか、まあこのサイさんが本当に普通の感覚ではなくて、もう本当にね、アーティストで世界で活躍されてるっていう方なので、もうなんだろうな、どういう内容かなって言ってちょっとドキドキしながら、じゃんけんで私が勝って一番最初にその数名4名やるってなったセッションだったんですけど、私がトップバッターで受けさせてもらったんですね。最初はこう呼吸法から始まって、呼吸吐くと吸うっていうのを、この体の筋肉の使い方とか、まあ私下手くそなのでうまくできてないとは思うんですけど、まあ、それなりに蔡さんの指導があって、ちょっと呼吸からまず整えてうまく体を使ってみましょうっていう、こう最初のセッションのスタートでした。でそれから発音っていうか、歌を歌う、もう自由に歌ってください、こう手を広げて、もう何でもこう自分が出てきたこう音楽音何でもいいから、もう恥ずかしがらないでどんどん声に出してみてっていう、こう結構難しい周りが気になるとか、やったことないとか、音楽で別になんかね、それがアーティストでもないんだけどどうしたらいいんだっていうのを、ちょっとそういううわーっていう羞恥心を置いといてっていうのが大変なんですけど、もうここまで来たんだったらこう言ってもらった通りにやってみようっていうので、こうなんか私 でも声出すの好きだから、まあラジオもしてるはずなので、声を出してみたり、なんとかしてみたり、こういろいろやいろいろなんか蔡さんの誘導っていうかね、一緒に声を出して蔡さんと声を合わせてというか、合わせてくれて、そういうのをやりました。でそのなんか声を好きなようにあって出していったら、はい、そのままその雰囲気で絵を描いてくださいって言って、画用紙にもう好きなように好きな色を使って、まあ、目の前にたくさんこうクーピーとかクレヨンとか色鉛筆が並んでて、もう好きなのも歌うように、なんだろう、こうしなさいとかああしなさいとか一切ないから、もう自分の思うがままに、もう破りたかったら破ってもいいし、みたいな、ぐちゃぐちゃにしたかったらぐちゃぐちゃにしてもいいしっていうので、もう本当に思いっきり自分を表現してくださいっていうのを
はい、書いてみました。もう私もともと絵がとっても苦手という意識がとても強いので、もう大丈夫なのかな、できるのかな、こんな、ね、世界的なアーティストさんを目の前に私どういう絵を描いたらいいんだろうって、もう恥ずかしさの方がこう表に出てきそうになるんだけど、せっかくいただいたこの時間、このセッションというかね、そのマンツーマンでさせてもらってるっていうありがたみの方がそれを上回って、まあ、自分のなんか手が動くとか、この色気になるなとか、こういうふうに表現したいなとかっていう、まあ、正解がないものだからっていう言葉をそのままこう信じてというか、もうそれを表現して書きました。で、まあ、ある程度書いて、まあ、こんなぐらい、こんな感じかなっていうのをやったら、すごく褒めてくださって、サイさんが。もうめっちゃ素敵って言ってもらい、私からしたらこう、これでいいんですかっていう、はい、絵が出来上がったんですけど、絵って呼べるのか分かんないけど、でそれが出来上がって、じゃあまずこれ鏡の前に行きましょうっておっしゃって、さえさんが。で鏡の前に行って、この絵をじゃあ自分に当ててごらんって言って、こう胸のところにこの描いた画用紙を当てたんですね。そしたら、あ、もうほらこれでお洋服作ったらすごく似合うわよっておっしゃってくださって、なんかその私が描いた絵でそのままそれが生地に、洋服の生地になったら、その洋服があったら本当に素敵じゃないって言って、こう鏡の前で実際に自分の体に当ててみると、あ、なんか面白い生地になるかもっていうのがあって、すごく不思議な感覚でした。でもなんかね、ここではちょっと言うのがおこがましいのであんまり言えないんですけど、めっちゃ褒めていただいて、絵というかこの出してることとかで、あとは私こういうことをしてますってちょっと自己紹介で、その絵を描いた後にサイさんとちょっとだけお話をしたんですけど、もうすごく褒めていただいて、はい、有頂天になりすぐなんかもう褒め上手でサイさんが。でも本当に素敵な経験体験も今回させていただいたなと、新しいまた発見、自分のなんだろう可能性とか、あ、この絵って描いてみて初めて、あ、自分ってこういうものをなんか描いてるかもしれないってなんか後で気がついたんですよ。だからそういう発見も面白かったですし、あと普段自分が絶対に私が選ばない色、黄緑のこうクレヨンを持ってたんですけど、黄緑ってなかなか絵描くときに黄緑とか、もう物を選ぶときも黄緑、多分私あんまり選ばないんですけど、その時黄緑とピンクをこう2つ混ざったなんか不思議なアートを描いてました。だからそういう自分にもびっくりして、まあ、このサイさんだからこそ、なんだろう、新しいものをこう引き出してくれるっていう、なんかそういう存在だなって、こうサイさんならではのワークだったのですごく楽しかったです。でこれがまたダンスのスタジオとかもっと広い場所に行ったら、そのまま踊れるこの自分の体で表現したいことをそのまま体が踊る、だからそれにうまいとか下手っていうのは一切ないですよって、こう常識や思い込み、うまい下手を、ね、人間は大きくなっていくごとに勝手に自分で作ってしまう常識とか恥ずかしさとかがあるのを、それって本当はいらないよね、一人一人個性があるから、それを、ね、100点とか0点とかもないし、思いっきり出せたらもうなんか世界的ななんとかって言われてる人たちはそれをこう出している人なので、それを一人一人70億人も本当は持っているのが当然なはずだから、それをこう再三は再三なりにこう引き出したいっていうことをおっしゃっていて、はい、私も蔡さんのような活躍はまだ全然できてないんですが、その思いというか、そのね、一人一人違うっていうのをテーマにお仕事もその伝えてることも、その体の話だって一人一人が違うっていうことを伝えたくってやっていることなので、はい、それがアートの面で表現できたっていうのはすごく楽しかったです。この歌を歌うっていうのが私もともと好きなんですけど、なんかそれをやたら東京に行くと最近歌っていうとか音楽っていうテーマも出てくるので、歌も歌なんかすごく良かったんで、歌を褒めていただいたりとか、サイさんにもまた違う人にも歌のことをちょっと教えてもらったことがあったので、
なんかいつか近いうちにどうにか自分らしいなんかこう音楽っていうか歌の何かができたらいいなって本当にゆるーく思ってるので、もしそれが何か形になるとかなりそうだったら、またそれをラジオでも他の SNS とかでも紹介できるぐらいになれたらなって思って、今こう自分に言い聞かせるようにこう皆さんにも話しても皆さんにも聞いてもらって、私が忘れないようにっていうか、自分で覚悟っていうかね、それをはっきり逃げられないようにしたいなと思って、ちょっと音とか歌とかを覚えておこうって思いました。今回もだからその本当にまた再三のおかげもあり、またそれを誘ってくださった元井社長にも本当に感謝で、今回の東京出張、ね、昨日の出来事なんですけど、いい経験、いいって言葉じゃ合わないな、なんだろう、なんか後々あれがあったからこうなったんだよねっていうものに、なんだろうな、大きいこう区切りじゃない、なんだっけそういうの、まあその区切りじゃないけど、その新しい発見に、ね、自分が変わるっていうか、またちょっと違うステージアップができる経験が昨日できてたらいいなと思いました。ちょっと何言ってるか分かりませんがで、このサイさんは私3回目東京で最近立て続けにというか行った時にちょんぽく会う機会があったので3回目昨日あったんですけど、実はサイさんの娘さんには6年前にお会いしていて、サイさんの娘さん歌手なんですね。めっちゃ美人の、もう本当にモデルさんと歌手アーティストが、はい、合体したすごく可愛い綺麗な女性で、その方のライブにまた違う知人に誘われて行って一緒にツーショットで写真撮ったっていうのも経緯もあったりするのが、実はさえさんの娘さんなんだよって昨日知って、また衝撃、まさかのここでつながってるとはっていうので、人ってこうなんか東京もねたくさん人いるのに狭いなって思いました本当にご縁のある人はどうにかしてでも縁があるんだなっていうのを感じた今回の東京でした。でその娘さんの CD 私ライブに行った時に購入して、ちょくちょく聴いていました。で今日はエンディングでその娘さんの CD の中から1曲エンディング曲を選んでみましたので、ちょっと皆さんも聴いてみてください。なんだろう、ジャズですね。私が聴いたライブは横浜の赤レンガ倉庫のブルーノートのこのなんだライブ会場みたいなやつのところでの生ライブだったんですが、はい、ジャズの曲調だと思います。ちょっとね音楽そこら辺が詳しくないから間違えたこと言えないんですが、はい、今日の3曲目エンディングの曲は松本ゆりふぁさんで Waltz for Today。
はい、今日のエンディング曲で松本ゆりふぁさんの曲をお届けしました。昨日私がお会いした蔡ひろこさんの娘さんの松本ゆりふぁさんです、ね、素敵な曲ですよね。この生で聴いても本当に本当にもうビジュアルも最高だし曲も素敵だしということで、皆さんにもちょっとゆりふぁさん知ってもらいたいなと思って書けました。はい、しっとりとした日曜日でと、ね、締めくくる歌だったのでちょっとそのこの曲選んだんですけど、でこの松本ゆりふぁさん、いとこはいとこのいとこいとこさんが女優さんなんですけど、そっちの方がもしかしたら皆さんはご存知かも。松本まりかさん、なんか最近CM だったっけ、ビールとかのに出てくるめっちゃね綺麗なまた美人のいとこがいて、もう美人家族すごいなって思うんですが、ちょっとゆりふぁさんもちょっと検索してみてください。もう本当に本当にゆりふぁって本名でしょ、ひらがななんですけど、サイさんのこのアーティスティックな部分が娘さんの名前にも出てるっていうね、こうアートな家族で、はい、素敵な方たち皆さんにも知ってもらいたいなと思っております。沖縄の人にもねぜひあってね、沖縄にも来てもらいたいですね。はい、で今日はでももう東京出張が終わったので、ちょっとしばらくは沖縄だし、でもちょっと10月23日に私の家族子どもたちの大きなイベントが控えていて、それの準備とかが10月ではバタバタバタってあるのかなと、今ちょっと今からどうなっちゃうんだろうなっていう、はい、思いが今今週来週再来週のなんだ思っているところですが、またその内容とか、また子どもたちがもしゲストで来てくれたらちょっとその話もできたらなと思っておりますので、また来週も誰か来てくれるかな来週もまた自分サイエンス放送委員会聞いてください。今日も1時間お付き合いいただきありがとうございました。はい、なんかもうあっという間ですね。東京の話もっともっとたくさんあったんですが詰め込めないホテルも全部4日間違う場所に泊まったから、そのホテルも紹介したかったんですが、また次回以降に持ち越しをしたいと思います。それではまた来週です。さようなら。